はい、こんにちは、オーバスライブのマートです。今日はですね、この、まあ、現在発売中の、アンドライブパレードミッドレンジビューの、まあ、使い心地というか、まあ、ルアーですね、普段これぐらいのウェイト帯の、ルアーを投げてますよとか、まあまあ、許容範囲使えますよとか、まあ、僕個人的な、よく投げてるウェイト帯のルアーを簡単にちょっと紹介したいなと思います。ちゃちゃっといきます。まずね、通常のこのバイブレーション、はい、この辺のルアーを、投げてみます。うん、すごい気持ちよく、飛ばすことができます。なのでね、まあこうモラモラ専用機みたいな、あの結構イメージというかね、結構お店さんからもね、モラモラ専用ですかとかね聞かれるんですけど、全然そんなことはなくて、かなりね懐の広い、一本だと、分かってくれるかと思うんですけど、もう一回投げます。まあ気持ちよく飛ばせますね、この辺のウェイト帯は。だからベストで言ったらこの辺かも。だいたい、まあ一応ね、表記は1オンスってなってるんですけど、まあ 20g とか、まあまあ 18g とか、まあその辺も、気持ちよくこう竿全体を曲げて、振り切ることができると。で次ね、まあこれ通常の、まあ、バイブレーション、まあ、こういうね、うん、やってます。はい、続いてですね、続いてまあ重心移動のついてない、まあ固定重心のこの、まあこうミドル級のクランクベイト、これはまあデプスさんのね、イボークの 1.2 です。まあこの辺のね、こう一見持ったら、軽そうなあれなんですけど、まあこの辺もね、あのミッドレンジビューはこのティップがね、この先が結構繊細になってるんで、もう普通にこの辺も気持ちよく飛ばせます。巻くのももちろん先っちょがね、ブルブルブルブっていう感じで、まあこういうシャロークランクとかもかなり快適に使えますね。バッチリです。もう一回投げます。だからこう投げれるよじゃなくて、気持ちよく投げれる、こう垂らしをねある程度調整してもらって、普通にピュッと投げたら気持ちよく。で今ラインはね、これフロルのね16が入ってます。だからこの辺もすごい気持ちよく使えます。まあ、モラモラシリーズはね、まあ、今日持ってきてないというか、まあまあまあ、もう全部その辺はドリュー、エボ、モラモラ、BR と使い切れるんで、で、まあ、この辺の固定重心のクランクベイト、シャロークランクね、もう気持ちよく使える。続いてはね、同じクランクベイトでもかなりちょっとボリューミーなクランクベイト、はい、これはファットペッパー、ティムコさんのかな、ファットペッパー、まあ、この辺のね、かなり引き抵抗の強い、ちょっとフルサイズのボリュームのやつ、これもね、かなりぶっ飛びます。この辺もすごい気持ちよく使えて、まあ、この巻いてる時のね、使用感っていうのもすごい気持ちよく使えます。まあ、ここちょっと浅いんでね、こんなになっちゃうけど。はい、まあ、この辺のね、まあ、ほぼほぼフルサイズに近い、まあ、あのマグナムクランクとかね、そこまではいかないですけど、フルサイズに近いこれぐらいのボリューム感のある引き抵抗の強いクランクベイトっていうのも、結構ミッドレンジはかなり使いやすくなってるんじゃないかなと思います。で次はですね、まあこれがミッドレンジの結構いいところというか、まあ結構ね、まあモラモラとか、まあその辺共通するように、まあ振動がね、ルアーのこうルアーから伝わってくるこうルアーのこうパワー振動っていうのがそこまで強くないルアーも、このね結構繊細なこのティップセレクションが結構特徴で、まあこのようなね、これ B フリーズなんですけど、まあこの辺のね、さっきフルサイズのクランクベイトバイブレーションでって、この辺のミノーもね操る時も繊細で、繊細というかこの先っちょでね、操ったりできて、キャストも普通にストレスなく飛ばせれます。これが強みです。まあ、さっきのね、固定重心の、クランクベイトとかもそうなんですけど、これ B フリーズサイズね78かな、ちょっと間違ってたらごめんなさい、78やと思うんですけど、まあ、この辺のね、これサスペンドですけど、まあ、重心移動ついてないミノーですけど、この辺のねミノーもね、かなりね気持ちよく使えます。まあ、オーバーヘッドでもサイドでもアンダーでもかなり気持ちよく使える。
だ かなりね1本あったら、だから琵琶湖で岡っ張りで僕は1本ってなったら、まあ、ミッドレンジを選ぶかなと。で、まあ、向いてないもの、逆にね向いてないものっていうのはね、ウィードがすごい多い時期に一本針、要はスピナーベイトとかそういうのでバシ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 ウィードを切りながら巻いてくるような釣り、そういう釣りにはねミッドレンジはねちょっとストレスになるかも。もうちょっとねやっぱりこう先っちょがパツンとこう全体的にこうパキッと張ってる竿の方が、まあ、その辺はやりやすいかなと思うんですけど、まあ、それ以外のねあのルアーであれば大体ね、おかっぱりで使われる、うん、よく使われているようなやつであれば、まあ、ほぼほぼ許容範囲で、ストレスなくね、気持ちよく使えるっていうのが、特徴ですね。これ結構ね、いいと思います。はい。はい、続いてはね、まあ、柔らかいところ、まあ、こういうね、渋市の、スコーンリグ、まあ、スイムジグですね。スイムジグに、まあ、この5インチとか、4.8 インチとか、まあ、6インチ近いシャッドテールをつけた、まあ、あのスイムジグ、この辺もねミッドレンジは結構得意です。なんで、まあ、一度ちょっと投げてみますね。まあ、気持ちよく投げれて、で巻いてる時もやっぱりね、かなりねこういう、まあ、無振動というかそういうルアーだ、この辺もすごい使いやすいですね。結構ね、スイムジグで愛用してくれてる人もいてて、まあそれは嬉しい限りですけどね。あ、この辺も許容範囲。まあ今ね、ざっくりこうやって全然気持ちよく投げれますよっていう、使い切れますよっていうね。だからなんとか投げれますよっていうじゃないんですよ。気持ちよく使える。投げてもらったら分かるんですけどね。だこれがまあスイムジグですね。で次はねこのフルサイズのミノ、まあ、これ重心移動ついてる軽点ですけど、130ミリクラスの、フルサイズの、ジャークベイトとかミノをねただ巻きで使うようなとかはもうすごい抜群です。この辺もミノとかはねやっぱこうババ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 って動くもんじゃないんで、結構このミッドレンジの繊細さっていうのが生きてくるあのルアーですね。ただ巻きでこう綺麗に気持ちよく使えます。こうティップが入りすぎることなく、ちゃんと、まあ、今まで投げてきたルアー全部そうですけど、こうラインスラックもしっかり出しながら当たりがあった時はしっかり感じれてかけれる、はい。まあ、この辺はもうお茶の子さいさいで次ですよ。はい、こういうのもできちゃうんですね、気持ちよく。でこれはアンカーの3インチがついた5グラムの、まあ、ラバージグ、まあ、コンパクトシルエットのラバージグです、はい。この辺もねミッドレンジビューはね気持ちよくねフルキャストで投げれます。でかなり飛びます。だ無理して明るすぎるなっていうことなく気持ちよく使えちゃうんですよ、ね。だこれはね本当にこのミッドレンジのテーパーとこのティップからベリーの、うん、これがいい仕事しよるんですよね。すごいね、このルアーウェイトをブランクに乗せやすいテーパーなんで、この辺のね、まあ、コンパクトジグでアンカーついたやつもすごい綺麗に投げる、まあ、オーバーヘッドでもサイドでも、まあ、ショートキャストとかでも見てもらったら分かる通りね、こうやってフルキャストせんでもこうやってショートキャストでピューンってこういう風に綺麗に飛ばせますっていう感じで、さっきねクランクベイトからミノで固定重心の比較的軽いクランクベイト、シャロークランクとかね、投げてきて、で、まあ、アンカーの 3.7 インチのノーシンカー、要は針だけついてる状態っていうのもかなり気持ちよくミッドレンジは使えちゃうんで、かなりね懐の広い一本です。で最後で一応ねこのロッド自体は表記がね一応ベストが渋1から1オンスっていう表記なんですけど、まあ、僕はまあ、これはね、なんていうんですか、おすすめはしませんけど、おすすめはしませんけど、投げ方によっては全然ね、このニオンスクラスも背負えるパワーのあるブランクなんで、まあ、普通にねビッグベイト投げる要領でプーンとちゃんと綺麗にウェイト乗せてあげて投げれたら全然不安なく使えます。これ今ジョイクロですね、ジョイクロの178、さっきみたいにねシュッて振り切るっていうのはね
ビッグベイトの場合しないんですけど、垂らしを取ってしっかり乗せてフッと投げてあげる。これもぶっ飛びます。 S 字系もかなり相性がいいですね。ティップは入るようにはなってるんですけど、入るけど針があるっていうようなイメージなんで、ラインスラックを出してね、ゆっくりスローに巻いてくるような S 字っていうのも、かなり相性が良きです。レングスはちなみにこれ7フィート4インチあります。本当にね、このニオンスクラスの S 字とかも全然使えちゃうんで、まあもしねこれぐらいの、ウェイト帯のねビッグベイト、やれるような人で、これ根こそぎですね。この辺もバッチリ気持ちよく投げれます。僕はもうねこのミッドレンジでねこの辺全部やっちゃいます。振り抜いてねこうシュンっていうようなキャストはもちろんしないですよ。もちろんビッグベイトの、投げ方、ちゃんとブランクにウェイトを乗せてあげて、まあスイープに投げる使い方、この辺のボーン、もう強烈に飛びますね。ちゃんとこの辺まで竿にルアーのウェイトがしっかり乗ってるなってすごい感じやすい、投げやすい、だから優しい竿ですね。だからさっきね一通りこう投げてますけど、必ずね皆さん多分こうこの辺のルアーもね普段ローテーションで使ってると思うんで、1本あれば何かとカバーできる。これタイニークラッシュです。この辺のウェイト帯、まあ大体2オンスぐらいですね全部。この辺のルアーもすごい気持ちよく使える。いやー飛びますね。無理して使ってるんじゃないですよ。無理して使ってるのはおすすめしないんで。だから多分6オンスとかね、ジョインテッドクローマグナムみたいな、あれぐらいはちょっと危ないです。あれはやめてください。だから2オンスぐらいのビッグベイトであれば、気持ちよく、ストレスなくね、使い切ることもできる懐の広さっていうのもあるんで、狂気はね、1オンスなんで、無茶なっておすすめはしないですけど、これぐらいの懐の広さだっていうね、こうやってねちゃんと重り乗せてあげて投げてやったら、この辺のビッグベイトっていうのも全然使います。結構ねこの B フリーズの 7-8 B フリーズの固定重心の B フリーズからニオンスクラスのねこのビッグベイトが使えるっていうのは、おかっぱりやっぱこう持ってくタックルがある程度制限されるようなねおかっぱりではかなり武器になるんで。でこれはブルーシューターのジュニアかな、ブルーシューターで合ってるかな、はい、のジュニアです。もうこの辺はもうベストですね。すごい気持ちよく投げれます。でさっきも言うように、この辺のね2オンスクラス1オンスクラスのうちで言ったらバブルバックとかがね1オンスなんですけど、バブルバックもかなり抜群です。もう本当にねこう逆にこうボラボラ専用機って言われるのが仕方ないんですけど、僕はそういうつもりで作ったんじゃないんで、なんかこれでちょっとでも伝わればいいなと、ミッドレンジの魅力というかね、いいところっていうのが伝わればいいなと思って今こうやって簡単に撮ってます。で最後にこれボーマーの 4A、 これはね使ったことある人やったら分かるんですけどね、すごい軽いです。この辺のルアーもねストレスなくというか綺麗に使い切れちゃうんですよね、ボーマーのモデル 4A。 もうさっきからしたらえらい差ですよ。だからこれもこうやってフルキャストできます。だからブランク自体が仕事をきっちりしてくれるんですよ。すごい乗せやすいウェイト、投げてもらったら分かります。本当に投げやすいなと思うと思うんです。本番に釣りベイトリールね、まだ そこまで慣れてない人とかもすごい優しいね。あ、引っかかった。あ、これちなみに曲がりこんな感じですね。コンセプトのタイトルにもあるようにね、投げる、かける、感じるっていうのがすごいこういい感じにバランスが取れてる竿なんで、よかったらね
ミッドレンジビュー、お店で触ってみてください。で、まあ今ね投げてきた中でだいたいね皆さん使われるルアーね入ってると思うんで、あ、この辺のルアーも気持ちよく使えるんだなっていうのが伝われば嬉しいなと思います。ミッドレンジビューよろしくお願いします。